こんにちは、吉谷さん。まあ、うちの息子、大和くんがね、おとといから風邪気味で熱が出ていたんですけども、まあ、やっと戻ってきたみたいですね。やっと元気になったんですけども、そうすると今度はね、いろんないたずらをして楽しませてくれます。はい、どうもどうもどうも。まあ、子育てね、基本的には一人でやるしかありませんので、どんなことでも自分ごとですからね。誰かに任せていいことはないなと。ビジネスも結局誰かがいると思えば結局やらなくなるんですよね。自分しかいないと思えば自分でやっていけるんだと思いますし、音声の入ってないそんなねファイルが送られてきても、じゃあそれに対してどうすればいいかってことはね、いつもちょっと向こう行って、いつもまあ受け取ったものに任されているのかなと。泣くのも人生、笑うのも人生です。